おはようございます。星野瑠璃のニコ生実践動画。この番組はパチンコパチスロ競馬大好きな私星野瑠璃の日々のスロットライフを皆様と楽しもうという番組になっております。よろしければこの動画への高評価、ニコ生チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日はゴーゴーチャグラー3に座りました。プラスを目指して頑張っていきます。はい、実践スタート。韓国から帰国して久々のパチスロ収録です。韓国で眉毛とリップのアートメイクをしてきて軟膏を塗ってるのでベタベタしててすいません。月初めの収録なのでまずはプラスでスタートできるように頑張っていきます。お、チェリー重複29ゲーム、投資1000円ですね。24枚残ってます。いいですね、早い。レギュラースタート、早いですね。ブドウもいい感じ。はい、終了。ゴーゴージャグラーシリーズは5号機時代からそうですけど、レギュラーが先行する台が圧倒的に多い気がするんですよね。履歴で見ても過去7回の履歴までがすぐ見れるようになってるんですが、6回レギュラーですね、ビッグ1回だけ。とりあえず投資1000円でレギュラー1回引けたので次のボーナスにつなげられればいいですけど、ビッグがどれだけ早く引けるかですね。おお、12ゲーム引けましたね。レギュラーです。レギュラー2回、レギュラーか。はい、終了。言ってるそばからレギュラー先行台になりますね。もう圧倒的にレギュラーが先行していって、ビッグが全然引けないようなゴーゴージャグラーもあるので、そうならないようにしっかりビッグを引いていきたいです。出だしはいい感じですけどね。100ゲームです。持ちメダルは100枚ぐらいありますね。なるべく早くビッグを引きたいんですが、追加投資にはなりそうですね。ビッグが当たる前のレギュラーは情報集めのためのものなので106ゲーム当たりました。持ちメダルです。よし、あ、見てプレミアム見えますか、ここツノッチ、ツノッチいます。ということはビッグですね。わあ、これ当たる、あの揃える前に気づいたの初めてかもしれないです。ビッグです。ビッグ1回、レギュラー2回です。はい、終了。これドアリのメガネなんですけど、そういえばメガネかけた実戦で勝ったことなかったのを思い出しました。ただ1000円でレギュラー、レギュラー、ビッグとつながりましたので出だしはいいですね。ジャグラーシリーズは設定関係なしに朝50ゲーム以内に当たった台が結局は1日を通してプラスになる可能性が高い気がするので、早く当たる台はいい台なんですよね。お、チェリー重複46ゲーム、綺麗な出目止まりました。お、ビッグです。いい感じですね。ビッグ2回、レギュラー2回です。
すごい勝てる気がする。はい、終了。いいスタートダッシュが切れてます。これでメガネかけてると勝てない説が払拭できますね。目が悪いのでメガネかけてパチスロ打ちたいんですけど、収録の時にメガネかけてると負けるので、ずっとメガネかけてなかったんですよね。多分1年ぶりぐらいにかけるんですけど、もはや忘れてました。これだけいいスタートダッシュ決められたなら、このままの勢いでプラスで終われたらいいですね。100ゲームです。100ゲーム超え2回目、持ちメダルかなり余裕できたのでしばらくは打てると思いますし、多分次のボーナスぐらいまではつながるはず。それじゃないと困ります。171ゲーム持ちメダルです。ビッグです。よし、ビッグ3回レギュラー2回、ビッグが頭出ましたよ。はい、終了。ゴーゴーランプの光が優しすぎて、メガネをかけてると若干光ってるんですけど、手が止まらなくて1枚掛けできず、ほぼ3枚掛けでボーナス揃えてます。損するので次から気をつけます。最初の1回から気づいてたんですけど、気をつけてもなかなか手が止まらないですね。100ゲームです。2連続100ゲーム超え。まだ200ゲームは1回も行ってないですね。ベック3回レギュラー2回5回当たっていて、まだ500ゲーム回ってないので、ボーナス合成確率めちゃくちゃいいですね。100分の1切ってます。200ゲームです。初の200ゲーム超えで、持ちメダルは残り350枚ぐらいですね。まだ余裕はあります。総ゲーム数が間もなく570ゲームでボーナスが5回。なるほど。ゴーゴージャグラー3だとボーナス合成確率は設定4で 130.5 分の1、設定3だと約140分の1になるので、だいたい130分の1目安でボーナス合成確率いってれば、まあ打てるかなってとこですね。ブドウ100回です。 6.09 分の1ですね。およそ6分の1をだいたいずっとキープしてる状態ですね。おー、258ゲーム、またもや3枚掛けをしてしまいました。手が止まらず。ベックです。ベック4回レギュラー2回です。持ちメダル300枚残しぐらいで当たりました。はい、終了。つい先日足の骨折が完治しまして、それで韓国のカジノに行っていたんですが、帰ってきて右側の足の表の部分がずっとしびれてて、整形外科行ったら腰を疲労骨折してたんですよ。たまたま松葉杖買ってて持ってたので松葉杖使ってるんですけど、右の手もしびれて、ね、ずっと正座した後の状態だから
少し転びやすかったりとか手に感覚がなかったりするんですよ。戻ってきてからパチスロ初めて打つんで右使ってるんですけど打ちづらいんですよね。見てる方でどなたか整形外科の先生いらしたらこれ何か教えてください。腰の疲労骨折で右半身が全部しびれるってあるんですかね。もし次の動画から土曜日の更新がなかったらこうしびれてるんだなと思ってください。多分回復はすると思うんですけど悪化中ですね。生まれて初めての経験なので怖いです。100ゲームでーす。3連続100ゲーム超え、まだメダルはあります。そんなにはまらず当たってくれればいいんですけど、レギュラーがパタリと当たらなくなったのが気になりますね。チェリーチョーク145ゲームでーす。100ゲームは超えるけどそんなにはまらず当たってますね。ビッグです。ビッグ連ですね。ビッグ5回レギュラー2回です。総ゲーム数が間もなく800ゲームなんですけどレギュラー2回なので400分の1に近づいてるんですよね。ビッグが当たってれば全然いいですけどね。はい終了。ビッグ5回レギュラー2回でビッグが5連してる状態なんですけど間もなく800ゲームでレギュラーで見ると約400分の1、ビッグは160分の1、ただボーナス合成確率は 114.2 分の1なので設定6以上なんですよね。ゴーゴージャグラー3はどちらかというとレギュラーが先行しやすいと思うんですけどこれだけビッグが当たっててボーナス合成確率が設定6以上の数値だったら全然打てますね。投資も1000円で全然プラスですしボーナス合成確率がだいたい設定4ぐらいの数値の130分の1ぐらいになるまではレギュラー確率どれだけ悪くても打てるかなと思います。24ゲーム早い。レギュラーです。久々のレギュラー。ビッグ5回、レギュラー3回です。8回目のボーナス。はい終了。久々にレギュラー当たってよかったです。しかも早かったですね。ボーナス合成確率に関しては当たる前から設定6以上だったのでさらに良くなりました。100ゲームです。まだレギュラーが3回で間もなく900ゲームになるので300分の1ぐらいか。そうなるとだいたい設定3と設定4の間ぐらい。まだそんなに回してなくて1回当たるだけで相当確率変わるので投資1000円ですしまだしばらくは様子見ましょう。周りの稼働は増えてきてスタートダッシュを決めている台もあればレギュラーが先行している台もありまだあれが設定6だろうっていう台は見えはしないですね。全部の台が稼働し始めたぐらい。真後ろのマイジャグラー5がかなり良さそうでスタートダッシュを決めてますけど私と状況はそんなに変わらないですかね。
180ゲーム持ちメダルです。ビッグ6回、レギュラー3回です。メダルがだんだん増えてきました。はい、終了。下皿がひたひたぐらいになりましたね。次100ゲーム以内にビッグが当たったら箱が使えるぐらいです。いい感じに当たってますね。ただ不安点でいうとレギュラー確率がそこまで良くないので、ビッグの確率が設定6以上でぶっちぎりで数値がいいからここまで出ていて、長い目で見るといいところでやめてもいい台かなって感じですね。なんといっても投資1000円ですから、しばらくは様子を見て、出る台なら打つし出なくなったらやめる、シンプルな考え方でいいと思います。こういう台はかなり好きなんですけど、レギュラーが先行してレギュラー確率が設定6以上なのにビッグが全然来ない台はやめるにやめれないので辛いんですよね。ただビッグが設定6以上でレギュラーがそれなりの台はただやめ時を探していく作業なので好きですよ。本当はね、両方ビッグもレギュラーも設定6以上の確率でずっと出てくれる台が一番なんですけどね。ああ、そう、なかなかないと。お、38ゲーム持ちメダルです。ビッグだったら箱使います。ああ、レギュラーでした。ビッグ6回、レギュラー4回で10回目のボーナスですね。あ、レギュラー当たってくれてよかったな。はい、終了。10回ボーナス当たりまして、ビッグ6回、レギュラー4回、ビッグ確率 168.5 分の1、設定6以上ですね。レギュラー確率 252.8 分の1、設定4と設定5の間ぐらいで、ボーナス合成確率が 101.1 分の1、設定6以上となってます。ビッグかなり引けてるのでレギュラー確率悪いと思いきやそこまで悪くもないですね。よかったです。こうなるとまだまだ打てますし、高設定の期待大ですね。引き続きビッグ確率を崩壊させてたくさんビッグを引いてメダルを増やしていきたいところです。100ゲームです。箱を使えそうだったんですけど使えず、そのまま下皿でやってますね。お、チェリー重複114ゲーム、優しい光ですね。レギュラーです。ピンク6回、レギュラー5回です。はい、終了。あ、レギュラー当たり始めましたね。確率上がってますね。ブドウ200回です。 5.72 分の1ですね。序盤からしばらくは6分の1の状態で来ていたのでブドウが良くなってくれてよかったです。多分全部が全部設定6以上の数値になったので、こううまくこのまま確率が下がらず出てくれればいいですね。スピード感こそないですが安定して増えてる感じ。
の31ゲーム早い。レギュラーです。元レギュラー、ウィーク6回レギュラー6回並びました。12回目のボーナス。はい、終了。ベックもレギュラーも200分の1を切りまして、ボーナス合成確率も100分の1を切りました。レギュラーが3連続で当たって、最初のうちはレギュラー確率足りないなと思ってたんですけど、ここまで来てみたら一旦は全て設定6以上の確率になってくれました。持ちメダル下皿パンパンぐらいですね。レギュラーボーナスで徐々に増えて、今が最高持ちメダル、うん、いいですね。レギュラーが当たってもメダルが増えてるのがいいですね。200ゲームです。200ゲームは2回目ですね。せっかく箱が使えそうなぐらい増えたんですけど、レギュラー3連発でも徐々にメダルが増えて、最高持ちメダルから200ゲーム超え。まだまだ持ちメダルはあるので余裕で打てるんですけど、そこまでハマってほしくないですね。400ゲームまでには当たってほしいです。300ゲームです。ついに300ゲームハマりましたか。どこかでハマる気配はしてましたけど、ここですか。持ちメダルだんだん飲まれてますが、まだ500枚近くはありますね。だんだんと全ての確率が下がり始めていますが、このあとどこで当たるのかがまず第一ですね。おそらく全部飲まれることはなさそうな気がするんですよね。ビッグかレギュラーどっちかは当たってくれるでしょう。その後ですね、先ほどの最高持ちメダルがちょうど下皿ぴったりぐらい、次に当たれば上に箱積むようぐらいで失速したので、それ以上まで戻ってくれれば設定5、6、高設定の可能性大ですけど、そこまで戻らずこのあと失速するようだったら、たまたまスタートダッシュが良かった大なのカットも取れますね。400ゲームです。最初にハマるときって割とハマりますよね。400ゲームまでに当たってくれればいいと思っていたんですが、当たらず上が見えません。持ちメダル残り400枚ほどありますかね。500ゲームです。ここまでハマってしまい、持ちメダルもかなり少なくなりました。200枚ないかなぐらいですね。まさかここまでハマるとは思わなかったです。ずっと合成確率良かったですけど、100ゲーム以内に連チャンし続けたわけじゃなくて、12回中6回、つまり半分が100ゲーム以内で、その他は100ゲーム以上で当たっていたので、そこまでハマらずに割と当たり続けるだろうなと思っていましたが、500ゲーム超え。メダルがあるうちに当たってくれればそれでよしとしましょう。ブドウ300回です。 5.84 分の1ですね。
ゲーム数600ゲーム超えました。持ちメダル残り100枚ないぐらいまで飲まれました。ビッグもレギュラーも6回ずつで 292.3/1 まで落ちてしまって、ビッグ確率は設定1以下、レギュラー確率も設定4より悪くなってしまいました。ボーナス合成確率大体設定4ぐらいの数値だったら続けようかなという話で、130.5/1が設定4の数値なんですけど、146.2/1まで落ちました。ここで600ゲーム超えでハマってるので落ちた部分もありますし、この前ビッグ5直後は設定6以上の数値だったので、もう本当にこの1回のみで落ちているんですが、全部飲まれることになって、でそこから追加投資するには微妙な数値なので、もし全部飲まれたらやめます。この台を無理に追っかけることもないので、投資1000円でここまで情報が得れたことを土産に粘らずやめ、本当に高設定なんだったら全部持ちメダル飲まれる前に当たると思うんですよね。でさっきの最高持ちメダルを超えてくると思ってたんですが、そうじゃなかったということは、高設定じゃなかったのかな、スタートダッシュが良かったのかなって印象ですね。6号機以降はジャグラーシリーズボーナス合成確率もかなり上がったので、1000ゲームハマることってなかなかないんですけど、分からないですからね、ちらほらは見るので怖いですよね、あまりに粘るのも怖い。連チャン後ハマってる台だったら追加投資してもいいんですけどね、緩やかに伸びてた台がこうなるとあんまり追加投資はしたくないかな。650ゲームです。クレジットにすべて持ちメダルを入れてこれで最後になります。追加投資するにはすべての数値が追っかけるほどの数値でもなくなったので、このあと34枚で当たらなければ諦めます。いやー、高設定だったらな、400ゲーム前には当たると思ってたんですけどね、想定以上にはまりました。残念ですね。9割ぐらい今日は勝ったと思ってたんですけどね。はい、あんまりはめてやめるのは好きじゃないですが、これでラストにします。いやー、かなりはまりましたね、全部飲まれてしまった。ボーナス後689ゲーム回しましたが当たらないので、追加投資せず今日はこれでやめたいと思います。それではエンディングでまとめます。ありがとうございました。はい、実戦終了ということでお疲れ様でした。本日は55ジャグラー3を1台打ちました。総投資が1000円、回収が0枚ということで、全て飲まれたところでやめました。総ゲーム数が1854ゲーム、ビッグ6回で309分の1、こちらは設定1以下となっております。レギュラー確率も309分の1、こちらは設定2と設定3の間の数値です。ボーナス合成確率は 154.5/1、こちらも設定1以下となりました。最終的にブドウの数値は 5.84/1 でした。最後700ゲーム近くハマってやめたんですが、そのハマる前のボーナス直後は全て設定6以上の数値だったので、すごく残念です。あんまりハマったところでやめるのは好きじゃないんですが、レギュラー確率的にも粘る台でもなかったのでやめました。序盤の方にスノッチのプレミアムが、この左腕のプレミアムが
見れたので、まあ、それを1000円払って見たと思って帰ります。よろしければこの動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回からもいろんな機種を打っていきたいと思っておりますので、よろしければご視聴くださいませ。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。じゃあまたねー。